はい、皆さん、こんにちは、もち TV です。ということで、今回もウィニングイレブン2018アプリやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、新イベント、またまた来ました。チャレンジイベントか。またね、オンチャレ。これね、まあ一応見ます。これはまああれかな、勝つと、チャレンジ1初回2000、2回目以降1000、チャレンジ2で、まあチャンピオンズリーグのグループステージ27クラブの、まあ、シルバー、つまり銀以上だね。はい。やつが初回で1回引けて、2回目以降は1500と。3回目で初回が1万で、2回目以降2000といった。まあ、感じで一周はしといた方がいいかな。一周はした方がいいんじゃない？うん、うん、一周しとけばだってチャレンジさんでね1万もらえるんで、さらに言えばガチャもね、ガチャもらえるんで、うん、なんですけど、まあ、今回やるのはこちらですね、まあ、またあのオンチャレ、うん、が来てるんですけど、こちらですね、オンチャレはすごいね、このゴールデン以上のボールがもらえると、チャレンジ2でもらえます。これだけはゲットしていきたいよね、はい、ゴールド以上っていうことはもうほぼ全部金で、金だよ、金だとねすごいいい選手もたくさんいるっていうことで、うん、これは絶対ゲットしておきたいっていうのと、一応ねこのコインも合計250コイン、はい、チャレンジ3までクリアすれば、ゲットできるということで、ね、1回ね、はい、ガチャも引けますし、はい、考えてみればあの要は、1個前のリーグ1の、はい、やつも1回ガチャ引ける、なるほど、で、マイクラブコインで1回引ける、であとはオンチャレの報酬の金以上のやつで1回、3回ね、なるほど、このイベント全部1回こなせば、引けると、はい、言ったところで3回無料なんですけど、普通にねオンチャレの場合は2回目の報酬も結構高くて、チャレンジ3だと2回目以降だと7000、これ5000だったよね、とりあえずちょっと上がってると、そう7000ぐらいになってて 7000GP もらえるといった感じで、これがね、まあ、チャレンジ3と、チャレンジ2だと、これがね3000になるということで、うん、ただねこれねチャレンジ3だと勝ち点が5必要で、あそうだね、チャレンジ2だと普通に勝ち点、うん、1回勝てばいいんだよね、そうだね、どうなんだろう、まあ、無効試合とかオンチャレでされて、うん、まあ、もしエナジーが返ってこないんだとするならば、はい、分かんないんだけどねそれ、はい、返ってくるか返ってこないか分かんないんだけど、まあ、チャレンジ2で簡単に1回1回、うん、要はほらチャレンジ3って引き分けたりとかすると、そうだ、ね、エナジーぐだるじゃん、うん、結構確実にもらってった方が、うん、まあ、絶対勝てるっていう人はそうだな、チャレンジ3でももちろんいいんだろうけど、はい、1000GP ぐらいお得かな、うん、1000GP ぐらいお得ですけど、まあ引き分けとかすることを考えたりとかすればチャレンジ2で、まあ回るっていうのは、全然いいのかなと、はい、ということでチャレンジ2ですね、まあまあ、1はクリアしたんで、チャレンジ2をクリアしてね、金以上のやつ、金以上のガチャを引けるというちょうどいいよね、まあオンチャレは一応これレート上がっていくし、そうただね選手のレベルも一緒に上がっていっちゃうんで、あ、注意必要だね、ちょっと注意かなっていった感じで、512の星5の方ですね、はい、フィリペガゼフ長、ただやっぱこういうのもね、アルテル・ビダルがまあここやって、ラジェナインゴラン持ってくると、なるほど、いった感じで、こういう応用も効くんでね、やっぱいろいろポジションできる選手いいと思いますね、はい、行きましょう、お願いします。ベンチにいるんだったらいいのかな、ベンチだったら OK かな、あ、ベン、うん、そうだね、多分おそらく、さあラモちゃん、ラジェちゃん、ここら辺もね、おっとそら入ってんの、うん、さあラモス、どこ、ネイマール、ネイマール、ダニアウェス、さあここら辺サイドから、アルテル、さあここ縦に入って来た、中軍かこれ、中軍だなこれ、よいしょ、決めていく、まあここまで開けてしまうとさすがに中入って打ってくるね、そうだね、うん、白のね、まあいい感じで先制点、はい、まあそうだな、やっぱ開けちゃいけないな、うん、結構サイドから行きたいっていう人なのかもしれないよね、最初の攻撃を見るとそこ、ね、パスコースを切りつつ、さあルロイサネ、お、ここで快速、おっとナイスキー、ちょっとあれね、重心逆取られてたら入ってたかもしれない、うん、感じだな、横パスは、まあ、ちょっと距離あったけどね、うん、うん、あともうちょっと近づければっていう、さあここで、いや、相手落ちちゃったね、さあここはこのアウベスをかなり上がらせてくる、
感じなんで、これがもう決まっちゃうんだよね、上がれすぎてるから。さあ、うん、ちょっとね減速して寸前でね、うん、ちょっとあれですけど、うん、あのまま行ってたら、うん、ブレンド悲しいとか、ロナウド強えな。ちょっとねアウベスを上がらせすぎで、そうなんだね、ちょっとあのところであれだけ上がらせちゃうとロナウドのあのスペースができすぎちゃうんで、うん、これがハマってしまうというのが、行くならねこのサイドバック上がらすなら結構シュートっていうか打ち切っちゃった方がいいんだよね、怖いからね、うん、カウンタークラウト、ここがね強い。さあ 2-0 なんだ、あと1点しっかり、うん、前から来るね。さあ、おっとすごいキャミーのなんかあのピックみたいなストリートファイターの、おっと強い、この辺が中央は結構固めで強いですよ、サネ。これはね厳しいんだよね、うん、さあここでナインゴラン、さあ外に行って、はい、こう中でこねて、ここでいや惜しい、さあウェルウェック、さあディマリア、はい、終わりかな、オーケー、よしよしよし、あと一回攻撃しときたい感じもあったけど、そうだね、悩んでますね、うんこ？うんこかな。結構俺フルで使う人もいれば早い人もいたりとか、まあいろいろありますよね。うんこかな。まさかの全部フルで使ってくれやつだ。大丈夫これ動いてないんでしょ？ない。はいはいはい。あれ？あ。うんこ、うんこ、うんこが帰ってきた？さあ、あとここうまい、あーうまい、あい、なるほど、あそこ行っちゃったのがね、反転をうまくされて、そうだね、このパターンが一番嫌なパターンだね。さあ、あーっとサネ、おっとおっと怖い、あんま行きすぎるとね、おっとっと、さあこれ3点目取ると結構厳しいからね、相手もよいしょ、来た、いやーちょっと長いな、ちょっと長かったな。さあメッシー、さあ、えい、いやーっとここは厳しいね、はい、いやーっと立て、オッケー、お、あ、これ出てくる、よいしょ、ちょっと角度つけるね、うん、そうだね、やっぱロナウドがな、結構多分プレ指示を入れてる人なんで、うん、ため作ることができれば、そうね、うまく吐かされちゃうと厳しいだろうな。いけない守備、あの1点目の守備がちょっと不甲斐なかったな、うん、簡単にかわされちゃってね、くるんで滑られちゃった、ね、あれうまかったよね、すごい狙ってた感じはしたけど、はい、おい、ダイレに移しちゃったちょっともうちょい前に来たかったな、まあ、結構空いてたからね、デイビッド入れちゃいます、あ、デイビッド、はい、ギャレスがもう疲れてるんで、絶好調やデイビッド、ムラーも入れれば、ムラー リオネのところ、ムラー、うん、やば、スカサブおじさんだからねなんでその初
いや言うんだよこの解説が。え、ね、今の回なの、うん、ね、疲れちゃうからね。なるほど。長いんだよなこれが。なんか長い人いるよね結構ね、この、うん、なかなか来ないみたいなフルで使ってくるみたいな。意外とでもあの飽きた多分。なんか考えてんだと思う、何をやってくんだろうみたいな。なるほどね。この時はね、デビトからのラモス。あー、ナイスキー、デヤナイスキーですよ。あ、これ怖い。あ、そっち読んでた。あーって抜けた。よいしょ、あれ。さあ。あーと、もう強いね。はい。さあ。いや、そっちじゃない。もう一個。オッケー、来たー。よいしょ。よし。これはね、まあキーパー出すの待ってたね。うん。伺ってました。誘い込み一本だね。あ、クリスチャンやっぱ決めるな。決めるなこいつ。まあそうだね。このサイド好きだな。これは無理だ、うん、遠いからね。バイバーン結局みたいな、うん、いやーこれが強い、スパサボおじさん。いやいいスパサボおじさんの返しだ。ナイスナイスキー。これ読んでるよ。2回目は同じ手が来るよ。このこっちのサイド好きだね。さあ、あ、このね、パスがね、うん、なんかね、なっちゃうよね。まあ、しゃあないとこあるよ。これやばい。まだこれ大丈夫だと思う。え、アルテル強いよ。オッケー。え、おお。どっからできた？頑張ってたの今でも、ブフォー。ブフォー。さあ。デビットに引くすんだけど、まあ、ということでね、4対1。まあ、勝ててよかったかな。これは、あれなんで、前菜なんで、この後のガチャが、ガチャガチャね、うん、ガチャが大事。さあ、レートのフォーマーを上げていこう、一緒にね。来ました、スペシャルエージェント、ウィアチャンピオンズリーグ2017-2018グループステージ27クラブズゴールドプラス ×1。なるほど、これだよ、これ。来ましたよ、UFC27。すごい、なんか、待って、豪華やない？行きます、行け。なんと、でっかい声出して。金以上だぞ、黒当てろ、ビチ、いや、ここビチ。なかなか黒現れなかったけど、いや、金だけ、金絶対金なのこれ。もや、うわもうキーパーの金が一番萎える。もうね、ジャンル以上に食わせます。誰かもや使ってる人いたような気がする。もやね、まあ弱くはないよね、うん、普通にね、多分、あ、でも5なんだ、5厳しいよね。まあジャンル維持系やな、うちの。じゃシルバー、あ、250円もらえたとして一回引こう。もらえたとして、うん、何を引く、どっち引く、もらえたとして、こっちやね、そっち、え、こっち、もう見飽きたの、そっち、こっちでいいよ、絶対来ねえ。でもいや、そういう時に限って、限ってよ、いけ、来ちゃいない、いや来ないや、金も来ねえんだよな。金は来たか、チェスかね、シェンニコフ26歳だ、うん、ボックス2ボックスだ、トレーナー、あと1回引けるよ、まだ引けんの、なんか銀のやほら、あやってもらえてる。だあれで、あれだとして、あれだとして、あれだとして、うん、引かせるね、銀のやつだったとして、回したとして、来ちゃったとして、黒、あー、まあ銀かー、しょうがない、お前かい、また。またロード来てんじゃん。ロードでも、まあ一応ドームってことだから取っとこうか。え？まあいいけど、はい。まあということですね、今回は、オンチャレ、うん、来てたんで、ちょっとね、オンチャレの方をやって、まあ金以上のガチャも一応回してきました。もちろんね、3日しかないんで、うん、まあオンチャレも、うん。微妙っちゃ微妙なんですけど、ただやっぱり、ただ普通にオンチャレ、オンラインやるよりかは、うん、オンチャレやった方が絶対いいと思うんで。GP 稼げるしね。GP ね、多分ね、うまくいけば本当15万とか、うん、20万ぐらいいけば本当にいけるっていう感じなんで、うん、今回の金土日かな、うん、ちょっとがっつりオンチャレやってみるみたいなのも全然いいと思います。はい、はい、ということでまた次回でお会いしましょう。さらボール。